セブーでは PCR テストが復活したようです。ブルゴスのバーがね、摘発されたようですよ。感染者数は爆増するだろうとのことですね。アイナコエドワーです。いや、今日はね、晴れ気味ですね。気持ちがええですね。皆さん、フィリピンしてますか？いや、今日はね、涼しいですね。まだね、実は朝なんですね。こういう天気嫌じゃないね。さて、今何度かなと。30.0 度。涼しめですね。ほんで、湿度が 54% ですね。なんかね、もう小鳥のさえずりも聞こえますよ。どうですか、皆さん聞こえちょる？今日のニュースの情報元は、PTB、GMA、CNN、イスコモリナショーの YouTube チャンネルからになります。今日のエドニュース。アニュアルリポートなんですけど、皆さん済ませましたか？あれはね、一応3月1日までにやるようにと BI はね、アナウンスをしちょりましたからね。これをやっておかないと BI はね、ビザの取り消しとか強制送還もあるんや言ってね、アナウンスをしちょりましたでしょ。覚えちょりますか？ほいで、そのアニュアルリポートですが、今年の2021年ではトータルでね、13万147人の人たちが報告をしたようですね。ほいでもね、この13万147人っていうのは去年と比較をしますと 25% 下がっておるようですね。ちなみにこれが去年のね、2020年なら169,890人やったようですからね。ちゅうことで 25% ダウンのようですね。これに対して BI のチーフは、この結果は驚くべきことではありまへんと。世界的にコロナバイルスの影響で規制が強化されておるので想定内ですよってね、言うちょりますよ。ほいで、現在フィリピンにいなくてアニュアルリポートを報告できない人っておりますでしょう。そういう人もフィリピンへ入国後30日以内にリポートをすれば問題はないとのことですね。だがしかし、本来イミグレーションの法律ではアニュアルリポートっていうのは、正しくは年が明けまして60日以内っていうのがね、あるみたいですね。ちゅうことで、正しくは2月の終わりまでにアニュアルリポートは報告するもんのようですね。ほいでね、このアニュアルリポートですが、いっちゃん多かったのはどこの国籍の人かわかりますか？にゃんとね、中国国籍の人たちみたいですね。ほいで、その次がね、まさかのインド人みたいですね。確かにね、インド系の人たちもね、最近は結構見るようになってきましたね。ほいで、その次がアメリカ人みたいですね。その次が日本ではなくて台湾みたいですね。僕はね、個人的には台湾人とはフィリピンではあんまり会うことないですけどね、意外と多かったようですね。ほいで、その次が韓国人みたいですね。韓国人はね、まあ昔からめちゃんこフィリピンでは見るんですけどね。でも5位なんですね。まあこのパンデミックでね、韓国に帰った人たちもね、多いかもしれませんからね。ほいで、日本人ですが、BI のこの発表の中には入ってなかったですね。まあもしかしたら6位なんかもしれませんが、どうやら日本人はね、かなり少ないようですね。このパンデミックが始まってから、日本人ってね、16万6千人がね、フィリピンから出国をしてますからね。これもね、以前 BI が発表しておりましたでしょう。確かね、フィリピンから出国した人も1位はね、中国人で30万人でしたね。ほいで、アメリカ人と韓国人が20万人やったかな。確かね、そんなんでしたね。ほいでね、マカティにありますブルゴストリートありますでしょう。まあ大好きな人も多いのではなかろうか。青春のブルゴスなんてね、言葉があるとかないとかね。まああの辺はね、バーが多いでしょう。ほいで、違法で営業をやっておったバーがあったようで、警察がね、襲撃をかけましたね。これでね、なんて名前のバーなんかは報道はなかったですけどね。もしかしたら皆さん御用達のバーやったかもしれませんね。あの辺ってね、ちょいちょい摘発をされてますからね。去年もね、結構違法で営業をしておりまして、摘発されておりますからね。いやー、これはえらこっちゃですね。
ほいでメトロマニじゃないの、映画館とかゲームセンターがね再開の話ありましたでしょう。あれが3月5日から再開できることにはなっておったんですね。これで 25% まで映画館とかゲームセンターに人を入れても OK っていう感じやったんですね。ほいでもね、メトロマニアの市長たちはこれにね以前から反対をしておったんですね。だもんでこれでねミーティングの結果延期されましたね。これが延期された一番の理由は最近感染者が増加傾向にあるからですね。最近ねちょいちょいお伝えしておりますが増え気味でしょう。これがね以前なら1週間でメトロマニアないなら3700人ぐらいやったみたいなんですが、最近はね1週間で6600人までね感染者の増えてきておるようですね。これでメトロマリナの市長たちと保健省 DOH が集まりまして、4時間のミーティングで今回の決断をしたようですね。最近はね1日の新規感染者数がね3000人を超え気味ですからね。それまではねずっと1000人台を保ってたんですけどね。ほいでセブーでは、セブーのあるねセントラルビサヤへフィリピンの他の町から入る場合 PCR テストの結果が必要なくなったでしょう。これはねセブーの州知事が経済を復活させるために PCR テストの結果を廃止にしておったんですね。これで観光産業を復活させるという狙いがあったんですが、これをやったせいでセントラルビサヤでは感染者をかなり増加させてしまっておったようなんですね。これでね増加率が 15% ぐらいまで上がってしまっておったようですからね。WHO はね 5% までにしましょうってねリクエストをしてますからね。ほいでこのままではやばいということになったのか、セブーのあるセントラルビサヤでは PCR テストの結果がね復活したみたいですね。だもんでね今後メトロマニアとかフィリピンのどっかからセブーへ入る場合は PCR テストの結果が必要になったみたいですね。ほいでもねトラベルパスとかメディカルサーティフィケートとかそういったものは必要ないようですね。 PCR テストの結果のみでセブン入りはできるようですね。メトロマリナもねセブンもねどてらいことになってきておりますね。もうね来週には最初のロックダウンが始まってから1年ですよ。なんか早かったんだかそれなりだったんだか、なんとも激動の1年でしたね。ちゅうことはですよ、僕もフィリピンのニュースを紹介しだして来週で1年が経つっちゅう寸法ですよ。いつの間にやらそんなに経っておったんですね。去年のね4月頃にフィリピンにおった人ならわかると思いますが、ほんまにねあの頃のフィリピンって異様でしたよね。外出禁止でしたからね。スーパーマーケットとかねマーケットへ行くみたいな以外は外に出ちゃダメやったんですよ。ほいでねほんまにね外には人があんまり歩いてなかったんですね。外出るでしょうね、歩いてるでしょう。ほんならあれこの通り僕しかおらんやみたいなね。ほいで大通りまで出るとこれパキューンを持ったフィリピン軍の軍人さんもねそこら辺にいましたしね。でヘルスワーカーの人たちはね防護服を着て歩いてましたからね。なんかねほんまに映画の世界へ来たかのような雰囲気でしたよ。こうね目を覚ますでしょ。ほいで外へ出ると世界がゴーストタウン化しちょるやないかみたいなね。この通りには誰もおらんけど、もしかしたらあの角を曲がったらゾンビでもおるんちゃうかみたいなね。あのいつも大渋滞をしているエッサでさえも車がね全く走ってなかったんですから、まあ、当時からね江戸チャンネルを見ちょる人ならわかると思いますけどね、あのエッサにね車が走ってないちゅうのはね異様な感じでしたよね。いつでもね陽気なはずのフィリピン人がうつむき加減でね元気がないんですから、もうあんな経験をすることは一生ないんやろうなという感じではありますけどね。ほいで昨日の3月7日の感染者数ですが3276人ですね。昨日もね3000人台やったようですね。やっぱりこれ増え気味ですね。これで全ての合計が59万4412人のようですね。ほいで1万516人が回復をしまして51人が亡くなったようですね。回復者がねゴインと出ましたね。これで現在のアクティブケースは3万6043人ですね。こんなんどうす。これでねオクタリサーチありますでしょう。以前からねオクタリサーチは
感染者はこれからじゃんじゃん増えるっていう予測をしておったんですね。これが当たってきちょりますね。だもんでね、オクタリサーチの予測通りに増えていっておりますね。ほいでそのオクタリサーチの予測では、来週には1日の新規感染者数は4000人にまで膨れ上がるだろうとのことですね。ほいで2週間後には5000人台に突入すると、ほいで3月の終わりには6000人に到達するだろうとの予測をしておりますね。ではここで喉を潤しますよと。今日はね、ホットコーヒーです。やっぱ朝はホットコーヒーでしょう。いや、それにしてもね、この朝はこの小鳥のさえずりが気色がええですね。耳の感触がええ。そしてね、コバックスを通じまして 38,400 ドーゼンのね、アストラゼネカのワクチンがね、フィリピン入りを無事にね、したようですよ。フィリピンにもね、じゃんじゃんワクチンが入ってきておりますね。ちなみにね、コバックスを通じて入ってくるワクチンっていうのは、すべてね、この世界各国からのドネーションなんですね。だもんでね、それらをすべて使い切る必要があるようですね。せやからこれからね、まだまだフィリピンにもワクチンがコバックスを通じまして入ってくる予定ですが、現在入ってきてる分をすべて使い切らないと次はないみたいですね。そういうね、取り決めみたいなものがあるみたいですね。だもんでね、アストラゼネカのワクチンも全てを使い切ってからじゃないと次は入ってこないと、そういう寸法のようですね。ほいでラグーナのサンタローサでは、メトロマリナの外では初めてね、アストラゼネカのワクチンを使っていっておるようですね。サンタローサにありますね、クアリメッチュね、病院で使っていっておるようですね。サンタローサちゅうたらね、ヌバリがあるのがね、このサンタローサですね。ヌバリちゅうたらね、お金持ちが数多く住むエリアですね。あの辺りはね、立派な家がめちゃんこ多いですからね。しかもあの辺にはね、リパブリックちゅうね、あのウェイクボードをやるケーブルパークもありますからね。僕もね、以前はよう行っちょりました。ほいで、シノバックですが、フィリピンではね、ほら、すでに使っていっておりますでしょう。すでにね、ドネーションの分はフィリピン各地に運ばれたんですね。ほいで、今のところね、特に問題も出てないみたいですね。ほいでもね、このシノバックは、60歳以上の人にはクリニカルトライアルをしてないみたいなんですね。だもんでね、フィリピンでも60歳以上の人たちには使えないと。せやからね、フィリピンで60歳以上の人たちに対して、クリニカルトライアルが始まるようですね。これがいつから始まるのかっていうのはね、まだ報道はないですね。ほいで香港ではシノバックを打った人が、打った数日後にね、亡くなったようですね。この人は55歳の人で、もともとね、持病を持っておったようですね。だもんでね、シノバックを打ってから血圧が異常に上がったり、コレステロール値が上がってね、悪化をしたようですね。ほいで命を落としてしまったっていうことみたいですね。なんかね、アメリカのサンディエゴの動物園では、ゴリラが、COVID-19 に感染してしまったようですね。これでそこの動物園では8頭のゴリラが感染してしまっておったようなんですよ。だもんでね、このゴリラたちにもワクチン接種をしたようですよ。これでね、どこのワクチンかっていうのは言ってなかったですが、まあアメリカなんでね、アメリカのんですかね。ほんでね、この間偽物の1000ペソ札の話をしましたでしょう。マニラのキアポで偽物の1000ペソ札を200ペソで売っておった人が捕まったんですね。これでこの1000ペソ札っていうのが結構なね、クオリティの高いものやったみたいなんですね。一見ではね、偽物っていうのがわからないものやったらしいんですね。しかもこの1000ペソ札っていうのが、カマリネスサーでもね、見つかったようです。カマリネスサーっていうのは、ビコールにあるところですね。メトロマリアからもね、かなり遠いところですよ。この人はね、カマリネスサーのサリサリで、この偽札を使おうとしておったようですが、そこでね、バレたようですね。ほいで、御用だとなった中寸法のようですね。この人はね、これが偽物やって分かっておったようですね。ほいで、どっかでこの偽札を手に入れて使おうとしておったようですね。ちゅうことはですよ、この偽札はすでにフィリピン中にばらまかれておる可能性が非常に高いということになりますね。だもんでね、皆さんもね、偽札をつかまれないように気をつけましょうとアナウンスをしておりますよ。フィリピンでね、500ペソ札とか1000ペソ札って結構ね、偽物がね、出回りますからね。だもんでね、ほら、マーケットにあるようなちいちゃいお店なんかでも、偽札チェッカーみたいなのをね、使ってるところも多いですからね。偽札チェッカーがないところやったらね、店員さんがね、しっかりこう、偽物かどうかこうやって確認しますからね。透かしがあるかどうかとかね。
こんなもんね、外人さんが偽札を捕まされてね、もしも捕まってしまったら、これ説明も大変ですからね。とりあえずね、ちゃんとこう透かしがあるかどうかね、確認した方がいいですよ、皆さんもね。ほいで、マニラにありますフィリピンジェネラルホスピタルでは感染者が結構ね、入院をしておるんですね。ほいで、その入院患者の一人の検査結果が出まして、その人はね、南アフリカの変異種に感染しておると確定がしたようですね。この南アフリカのものは感染力も非常に強いので、現在 COVID-19 以外の人はフィリピンジェネラルホスピタルでは受け入れてないようですね。ほいで、手術関連もね、限定的にしかやってないようですね。いや、確実にね、南アフリカのが増えていっちょりますよ。チャンネル登録を頼もします。それでは、お後がよろしいようで。